ロイキーインサイパン事件は2002年5月にサイパン島で 2002FIFA ワールドカップに備えた事前合宿を行ったサッカーアイルランド代表チームにおいて発生した内紛劇である。この事件の結果、代表チームの首相であったロイキーインは代表チームから外されて帰国することになった。当時、アイルランド代表チームの監督を務めていたのは ミック・マッカーシーであった。しかし、マッカーシーとキーンは生来、反りが合わなかった。また、1992年夏の代表チームのアメリカ遠征では、泥酔して、ホテルに戻らなかったキーンを当時首相であった、マッカーシーが連れ戻すといった事件も起こっている。5月14日、当時サンダーランド NFC の選手であった、ナイアル・クインのテスティモニアルマッチとして、 サンダーランド対アイルランド代表が開催されることになっていた。しかしキーンは故障を理由にこれを直前で辞退した。代表チームやナイアルクイーンはこのことを問題視しなかったが当日キーンが妻と共に映画を見てショッピングをしている様子がマスコミで報道されマスコミはキーン批判を展開した。アイルランド代表チームはこの年の6月に日本と 韓国で開催された 2002FIFA ワールドカップへの出場を決めており、サイパン島で事前合宿をすることとなった。しかしサイパンは気温35度とサッカーの練習をするには暑すぎた。上、グラウンドの状態は劣悪であり、しかも練習用のボールなどが選手に遅れて到着するなど、運営側の姿勢が問われる状況であった。 キーンは前述のマスコミによる批判に加えてこうした状況にも苛立ちを隠さなかった。5月21日、ゴールキーパーコーチのパッキー・ボナーが3人のゴールキーパーをフィールドプレイヤーより先に練習から返したことで、キーンと言い,い争いになり、キーンはマッカーシーに帰国を願い出た。しかしこの後、キーンはアレックス・ファーガソンの説得により、帰国を思いとどまった。 実はこの時、すでに、キーンの名前で、飛行機のチケットは抑えられていた。またマッカーシーは、実際に、キーンが離脱した時に備えて、コリン・ヒーリーに連絡を取り、ヒーリー用のユニフォームの製作を手配していた。なお、ジェイソン・マカティアの解雇するところでは、この時、スティーブ・ストーントンは対策を話し合うために、ナイアル・クイーンの部屋に向かったとのことである。 5月23日、キーンは、アイリッシュタイムズ氏とのインタビューにおいて、代表チームの現状を批判した。具体的には、マンチェスターユナイテッドと比較すると、アイルランド代表チームの運営や姿勢はなっていないというもので、このインタビュー内容が、インターネットで配信されるとマッカーシーをはじめとする、代表チームの目にも触れるところとなり、代表チームは激震に見舞われた。 マッカーシーは、夕食後に、全選手とスタッフを招集して、ミーティングを行い、キーンの真意を問いただした。しかし、キーンはこのミーティングで月光してしまい、マッカーシーに罵声を浴びせた。マッカーシーは、キーンを代表チームから外すことを決め、帰国を指示した。またマッカーシーは、ナイアルクイン、スティーブ・ストントン、アラン・ケリーラと共に、記者会見を開き、 キーンの離脱を発表した。翌日、キーンはサイパンから成りたヒースロー経由でマンチェスターへと戻っていった。メディアの大半はキーンをバッシングした。マッカーシー率いるアイルランド代表チームはベスト16進出を果たして喝采を浴びたが続くユーロ2004予選の敗退の責任を取ってマッカーシーは監督を辞任した。キーンは マッカーシー辞任後、ブライアンケア監督の求めに応じて代表に復帰したが、2006年ワールドカップ本大会出場を逃した段階で代表を引退した。2002から2003シーズン、キーン所属のマンチェスターユナイテッドが、クイーンやマカティーヤ所属のサンダーランド a f c のスタジアム・オブ・ライトで対戦した際、キーンとマカティーヤはファウルをめぐって言い,い争いになり、 マカティアがキーンの自伝を揶揄するような仕草を見せたため、キーンはマカティアに報復のタックルを敢行。キーンは一発で退場となった。この時、クイーンもピッチ上に降り、引き上げていくキーンに握手を求めたが、アレックス・ファーガソンが両者の間に割って入ったため、両者の和解はならなかった。クイーンの自伝によると、クイーンはこの試合の数日前に、自らの代理人であり、 同時に、キーンの代理人でもあるマイケル・ケネディと話し合い、試合後にキーンと階段を持って、サイパン事件の和解を図る計画を立てていたが、この乱闘劇によって、この階段も消滅した。マッカーシーは、アイルランド代表チーム監督辞任後、サンダーランド AFC 監督となり、クラブのプレミアシップ昇格を果たしたが、翌シーズンのプレミアシップではほとんど勝ち点を取れずに、 チャンピオンシップに降格となり、2006年夏に監督を辞任した。キーンは2005年にセルティックに移籍して1シーズンを過ごし、2006年3月に現役を引退。この年の8月、ナイアルクイーンを代表とする共同事業体に買収されたサンダーランド AFC の監督にマッカーシーの公認として就任。チャンピオンシップ優勝を果たし、 プレミアシップ昇格を果たした。また翌シーズンもプレミアシップ残留を実現している。一方のマッカーシーはサンダーランド AFC 監督辞任後、ウルバーハンプトンワンダラーズ監督に就任。2シーズンともチャンピオンシップ上位の成績を収めている。キーンとマッカーシーは2006年11月のチャンピオンシップでのウルブスとサンダーランドの 直接対決を機に和解成立を発表。試合では、開始前と開始後に、有効的に握手を交わしてみせた。マッカーシーは、試合後の談話として、自分とキーンは単に勝負に妥協しない、性格だっただけだと語った。またキーンはメディアが必要以上に対立を煽っただけで、あると指摘し、試合後には、マッカーシーと杯を交わす約束があるとコメントした。 その後、サンダーランドとウルブスの間では、スティーブン・エリオットなど何件かの選手遺跡が成立した。これはキーンもマッカーシーもアイルランド系の選手を獲得することが比較的多いためである。この事件をもとに時代を古代ローマに移したコメディミュージカル、アイ・キーノが制作され2005年に公開された。このミュージカルではマッカーシーは ローマの将軍マカルタクス・キーンは、軍団最強の戦士キーノとなり、戦場に送り込まれる軍団の訓練場の土が、かったことをめぐって論争が巻き起こるという筋書きとなっている。このミュージカルは、最初の2年間で1000万ユーロを売り上げ、アイルランド演劇史上最も商業的に成功した作品の一つとなった。 選手としての名声や獲得タイトルの点で、マッカーシーは、キーンに遠くをばないが、1990年には、アイルランド代表チーム首相としてベスト8進出、2002年には、監督としてベスト16進出を果たすなど、世界選手権における実績では、キーンを大きく上回っている。なお、両者ともセルティック所属歴を持つ。 本事件をテーマにしたノンフィクションを執筆したポール・ハワードはその著書の中で同じくアイルランド代表チームのメンバーであったロビー・キーンやジェイソン・マカティやらの証言を引きながらマッカーシーは勤勉な優等生タイプで誰に対しても有効的に接するタイプでありキーンは気難しく友人が少ないタイプであるとしている功労選手のために行われるエキシビジョンマッチで 収益は、一義的には、当該の功労選手に手渡される。ただしクイーンやキーンはその収益の大半を事前事業に寄付している。ハワード、ピアニッシュも116から119、マッカーシーとしては、このサイパン合宿を、レギュラーシーズン終了後のバカンスと位置づけており、練習よりはリフレッシュと、暑さ対策、時差ボケ解消を主眼としていたとされる。ハワード、 ピアニッシモ121から124ハワード、P127 ハットケアネ・ブイ・マッカーシー、ブロー・バイ・ブロー、ハット・ハワード、P126、ケアネ・セズ・ヒー・ウイル・クイット、アイルランド・アフター・ワールド・カップ、ハット・ハワード、ピアニッシモ129から135ハット、ファイ・ステートメント・オン・ケアネ・サッキング、ハット・クイーン。P359、ケアネ、PP、クイーン。 ピアニッシュも404から405ハットウルフズ1から1サンダーランドハットアイケアのスティルハズファンズインラプチャーズ。ありがとうございます。